リンリン、ハロー、パラレルリンパラレルのリントです。はい、今ちょうどお風呂上がりですね。で、ペットちゃんたちの食器関連をね、今洗って、あの子たちのね、ケージのお掃除をしていこうかなと思います。で、現状、あ、そうそうそう。サンショウウオちゃんたちに今ご飯を与えてます。結構ね、体調というか、細かった山椒のクロちゃんですけども、クロちゃん、クロくんですけども、ブリブリに戻ってます。どうですか？太くなったでしょ？イモリはね、あんま変わんないね。でね、キャット、まぁ、ちょっと多めに入れてるんですけども、結構、なんか気づいたら自分で食ってます。今日は、今がね、12時くらい、プロ上がってるの12時くらいなので、ソロに1時間ぐらい私がいたので、2時ぐらいまでかな。このケースの中に入れておいて、ある程度ご飯食べたかなっていうところを確認したら、いつものワインセラーの中に戻していこうかなと思います。じゃあ早速この子たちのねケージをやっていこう。よいしょ。ケージあるので電気落ち、そして一応ねカメラスタンドに立てておこうかしら。ね、こういうところもね、なんか映しちゃうのが私のチャンネル。はい、ちょっと水持ってきましょう。よいしょ。お水。今まずね、拭いていったりしましょうか。シェフィーがすごい状態になっている。シェフィー見せますね。シェフィーすごい状態。あ、ちなみに、サンショウちゃんたちはね、ご飯あげる前に、お風呂入る前に、ここの掃除をしました。で、霧吹きして、もういつでも戻せる状態にはなってます。でね、最近、フードを、これでね、バラバラに、バラバラというか、ペースト状にして与えてます。よいしょ。水容器、これだけじゃ足りないな。シェフィーさんにお水をね、水容器入れないとなんで、まず一旦これ拭いて、拭いたらもうすぐ下に入れましょう。シェフィーさん、はい。で、マスキングのライトを少しだけ上に向けて、あ、上に向けてる時どうやってるんですかって聞かれたことがあるんであれなんですが、ここにただ S 字フックがあるだけです。この S 字フックにかけてるだけで、プラスケージはここに結束バンドが2個あって、で結束バンドを通って、結束バンドを取るとここのメタルラックにね、これでパチンと挟めるので、挟んでる状態ですね。ではまず水容器を入れて、シェフィー多分今お腹空いてると思うんだよね。なので今日はモニターフィードを2つ。あんまり上げすぎるとね、太っちゃうので、太り防止ですね。で、水容器に水を。やべえ、これ1本じゃ足りねえんだ。
で水入れ直せばいいから、ペットボトルのお水も入れて。そうかそうか、この容器にすると水足りないのね。結構ね、深くまで潜ってるんで、ちょっと多めにこの子にお水をね入れておきましょう。そろそろこの子のケージもね、いろいろ改造しないとなぁなんて思いながらも、あり合わせのものでね、水容器とかも作ってるので。さあ、ではモニターフィードがね、あの水でちょっとうるかした状態になるので、はいはい、水吸ったやつだよ。これいいよ。いや、シェフィーさん食べるのが上手になりましたわね。で、水入れてたあのモニターフィードを戻してた器はこんな感じで拭きます。終わり。まあ、もうちょっと多分食べたいんだろうけど、ダメです。この子太っちゃうのでね。あのサバンナモニターの、死因の原因は肥満による内臓疾患ですからね。はい、なのでダメです。食べたそうにしてるね。多分今指入れると指噛むもんね、こいつね。散歩とかをねするときは、散歩させたいとか触りたいっていうときは、結構満足になるまで食べさせます。間違って噛むことがねやっぱりあるので、指とかで。しかもこの子たちに噛まれると結構縫うことになりそうなんで。さあ、では次はこちらのね、やっていきましょうかね。ふき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 、これがね今ご飯容器になってます。これね、これがご飯容器で、水容器、まず水容器先にやっちゃおうかな。よいしょ。そして最近ね、あのうららとはるがですね、ミルクをあげるとちょっとお腹を下すというのを確認していて、ちょっと今ミルクを控えている状態になります。多分ね、ミルクがあのそろそろなんか体質的に合わないのかどうなのかちょっと不明ですが、ミルクが微妙みたい。なのでミルクは控える感じですね。よいしょ。不思議だよね、いつもこれが映るのはね。これはギョロメちゃんとハロくんの餌入れ。よいしょ。で、ミルクを今抜くから、ミルク入れてる器は片付けます。で、あの子たちの水容器はこれと、これがうららちゃん、そしてハロくん、そしてこれがかっちゃん。そして、キョロちゃんたち用のミルクで、最近あのパッちゃんがミルクを指からペロペロ舐めるので、それは後であげたいんで今作らず。なんかね、指からペロペロするんだよね。あ、でもそれだったらさ、水容器をこっちにした方がさ、水こぼ、あー、やっちゃった、やっちゃった、ビーチャービーチャー。
自然乾燥するのを待ちましょう。ビチャ、ハンカチビチャビチャ。ミルク入れにミルクを入れるんじゃなくて、水入れをミルク容器に変えちゃった方がいいな。で、ミルクあげるときこれであげた方があげやすいな、たっちゃんにね。で、ギョロちゃんたちのミルクを入れて、ちょっと水が足りない。至るとこから水出てくる、この不思議なお家ね。よし。そしてギョロちゃんたちを感じで OK で、今コーヒーミルでね、あのペーストにしているこのフードなんですけど、これはカルとウララと、パッチ用になります。なので、はい、スプーンで2杯、スプーンで2杯で、スプーン1でしょ。で、ああここからだと抜きにくいね、やっぱりね。よいしょ、はい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 、OK。 もう下の方についてるのが気になるから取って、サラサラサラ。で、これを、はい。戻していくだけですね。今日は戻すところは画面に映さなくてもいいかな。よいしょ、お水で。ペットシーツは今週末に取り替えかな。ペットシーツはね、1週間は私はそのまましてます。すごい汚れてたり匂いをするわけでもなかったりするから、私はそんな感じ。匂いがねすごいきついって言うんだったら変えた方がいいんだろうけど、きつくないのでね。よいしょ。あと今はね、フルボ酸っていうのをちょっと使って、あの消臭をしております。気になる方は、ググってみてください。さあ、うららちゃんの方のケージにも行きましょう。はい、うららちゃん。はい、お水も入れちゃうよ。うららちゃんはね、やっぱり病院から帰ってきてから若干人間不信。まあ病院でもね、あの検査とかお薬とかいろいろあっただろうからね。でしかももともとうちのこのうららちゃんがですね、捨て子だったんですよ。保護した子なんですよね、実はこの子うちで。でそれもあるのかね、まあもともと人間不信なところに、病院でも人間不信になりっていうので、超人間不信になってますね。はるくんはですね、なんか人間不信だった部分もあるとは思うんですけど、ちょっとずつ慣れてくれて今は一緒に楽しくって感じですね。で今ギョロとハロー、そしてそしてだからその夫妻かに関してはなんか2人で仲良くやってますね。はい、お尻
はい、今ギョロとハロのところにもご飯を入れて、あとは最後パンちゃんですね。パッちゃんのミルクやりを今やっちゃおうかな。これ終わったら。パッちゃんはですね、ちょっとだけ、多分思春期みたいのがね、袋ももがってあるんですけれども、思春期というか自我が芽生えると言った方がいいのかな。人間でいうところの子供の時の自己期、いやいや期か、そんな感じのところが来ていてですね、ちょっと怒るんですよね。まあちょっとだけなんですけどね。で、それを慣らすためにミルクを今手からあげる感じにしてます。よいしょよいしょ。じゃあちょっとミルクあげましょう。最後にはい、パッちゃん、はい、ではどうぞ。あ、今日ジコジコ言わない。指見せるだけでジコジコ言うときは言うんですよ。でも今日言わないね。しかもカメラの画角から思いっきり外れてた。こうで飲む？今ね、指からちょっと垂らしてあげて、容器で飲んでもらうようにはしてるんですけど、指をね、嫌なものだと思わないように、指イコール、ご褒美がもらえるとか、触られるっていうのイコールご褒美がもらえるっていう形にしようとしてて、ミルクは本当ご褒美としてあげるようにしてます、この子は。こういう触れ合いの時専用ですね。はい、どうぞ。あ、飲まない。指からは今嫌だと。一回器にはまっちゃうと器がいいみたいな。なんかね、その時その時のね、わがままがこの子はあるね。まあ、好みなのかな。指がいい時とね、あと、何、手がいい時と。あ、手、あ、指がいい時と器がいい時と。これ多分器できてるから、こうやって持つと多分来る。はい、どうぞ。はい、来た。気づいたらもう手の上に乗ってるっていうね。本人は、あれ気づいたら、あれ、なんか手に乗ってるわっていう感覚を、覚えてもらってます。もうするとね、手が嫌なものじゃないって覚えてくれるので、で、この子はこの間までね、ほぼほぼベビーちゃんだったので、だんだん、なんだろう、ヤングになりつつあって、なんだろうな、自我というか、自分というか、そういう部分が生まれてきて。で、おそらくその自分っていうものが芽生えてくると、少し、なんだろうな、私がやめてほしいこととかをね、注意すると怒るというか。もしくは、自分がやりたいことを止めようとすると、ちょっと、ジコジコジコって、自己表現をする。って言ったらいいのかな？こんな感じ。まあね、哺乳類はね、性格というものがだんだん出てくるので、性格が出てきたところでしょう。まあ、ただね、以前にも飼っていたパッチ一世ね、この子二世なんですけど、パッチ一世の時も同じように、ベタ慣れちゃんの状態から、急にジコジコ始まった時期があって、その時も、やっぱり思春期のような、そういう、なんか人間で言うところの思春期みたいなものですね。自己表現をするというか、自我が芽生えるというか、っていうのが起きていて、その時に経験しているのもあって、今、ベタ慣れちゃんから急にこうなっても、恐怖とかも何にもないです。強いて言うなら、ああ、寄り触っておいてやるか、っていうところ。あとは指怖くないんだぜって。まあ、もともと指怖いとは思ってないんだろうけど、自分の嫌なこと、ん？自分の嫌なことだね。自分がやろうとしていることを止めるものが指って覚えると、要は嫌いになっていくんだよね。まあ、止めに来るからね。なんで、手自体は怖くないよと。
で、プラス自分のわがままはそんなに通らないんだよっていうのを覚えてもらうっていう作業中かな。そう、適当飲食のね、自分のわがまま通ると思っちゃうので、それは子供とかも一緒だよね、人間のね。なので自分のわがままは通らない部分もあるよっていうのを理解していただく時期ですね。例えばケージの端っこね、噛み噛みして破壊しようとしてたりした時にね、ダメだよとか、指をね、噛み噛みしようとしてた時にダメだよって形で、で、舌打ちのような音っていう音ね、チっていう音もいいっていう風に聞くんだけど、チが効かない子もいるんですよね。で、この子はチ効かないです。はい、チって言ってもあんまり対して効果がないんで、やめようとしないんですよね。なので、しって言うと指でやめさせた上、でも指は怖いものじゃないよっていう風に覚えてもらうみたいな形をとってます。まあ慣れた子ではあるんですけどね。ただね、たまに噛むんだよね、こいつもね。でも動物はどうしても喋れない分ね、そういう風なところで感情表現をするので、そこにどうやって飼い主側が合わせていくかってところですね。まあ、疑問に思うこともたくさんあるとは思うんですけども、ゆっくりゆっくりやっててあげたらいいと思います。まだ下にあるから飲みな。はい、っていうところでございます。あと、ミルク飲んだら終わりになるので、この辺で終わりにしたいと思います。よろしければチャンネル登録、高評価、そして各種 SNS ですね、Twitter、Instagram、TikTok やっておりますので、よかったらそちらもフォローお願いいたします。また、過去にたくさん動画も上がってますので、そちらの方の動画もご覧ください。それでは、また次回の動画でお会いいたしましょう。ということで、リントと、パッチャンでした。バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで、以上、リントでした。バイバーイ。